葉月さんに頑張ってくださいとお伝えくださいね。うるさいのとうるさくないのが来てる。そう。私だってマネージャーですから。あ、私合気道部のマネージャーをすることにしたの。習い事と部の練習の両立がやっぱり厳しくて、葉月先輩にお願いしてそうさせてもらったんです。え？ええ。だから基本のトレーニングなんかは続けるの。その上で部の管理とかいろいろね。でもやりがいあるもの。みんなのお役に立ちたいのよ、私は。はい！だけどあなたのマネージャーをするつもりはないからね。先に帰っちゃったけど、武道大会の後にみんなで集まっていろいろ話したんだよ。葉月さんの優勝記念ってことでパーッと遊びに行こうってこと。葉月さん、みゆきさん、みなみさん、あさみちゃん。さなえさんは店があるからダメだって。あやめさんもちょっと連れてくのは危険だよね。だから連れて行ってくれるでしょ？だって結構みんな美人だし可愛いし、引率者がいないとナンパの嵐かもね。いいじゃないの。そうなの。誘ってくれて嬉しいけど、その日は頼まれた鉢植えを市場で仕入れてこないと信用なくしちゃう。あさみのおもり押し付けちゃうみたいで悪いんだけど。私の分まで楽しんできて。お店開けてくれる？今日も一日頑張りましょう。葉月に無理に連れ出されたのだ。ほら、12日に海行くだろ。新しい水着買おうと思って。みゆき連れて行かないと一人じゃ絶対に買いに行かないから、無理やり起こしたんだ。水着なんて去年ので十分だろうな。ほらみゆき、それは女の子として情けないだろ。葉月だけ水着を買うのが合理的だ。私は別に見せる相手もいないからな。別に私だって見せるために買うわけじゃん。嘘だな。購入の際、デザインとか気にしている。見せるためでなければどうでもいいはずだ。そりゃどうせ買うならデザインだって。葉月は水着を買う必要性があるのだ。去年のは着れないからな。それは葉月のバストがああ、みゆきダメ！ストッ成長著しいからだ。あ、去年のはそのつくなってそのデザインも古いし。胸をやらしい目で見るな。隠しても仕方ないぞ。どうせ海へ行けば見せるのだからな。もう行く。では失礼する。ダメだぞ。みゆき先輩、泳がないんですか？泳げない。あさみ、泳げるから教えてあげよっか。浅めの方が大胆ですごいんだよ。トイレ行く時もごめん。安かったんだって。水着買うためのお金渡したらそれで欲しい本買ったらしくって、何も考えずに安いの買ったらしいんだ。あ、ゆき先輩のサイズじゃあんまり種類ありませんものね。そうなんだよ。ワンピースタイプだと胸が入んないんだよな。我が妹ながら立派に成長しすぎて。ですね。一気にしか無理でしょうね。上にシャツ着てればなんとかなるかと思ったんだけどな。やだね、わかっちゃうでしょ。雪ってほんとでっけえ胸。そないと張るかもな。うかなさいましたか？おはようございます。そうですわね。いえ。私ずっとこのままで。はい。どこへ行くんでしょうね。あの雲。お休みになられるのですか？はい。あなたが眠るまでしばらくこうしていさせてください。寝顔を見るの好きでしたの。ええ。生きてたか？おっせい！夏の間に少しは鍛えたか？あれからどうなったんだ？え？あれからってお前らなんかあったのか？葉月さん、わしは悲しい。わからないのか？ごめんなさい。幻の月。